アホバカ分布図って知ってて知ますか探偵ナイトスクープがです、ね、どんぐらい前か25年ぐらい前にやったです、ねあのー、日本全国でアホとバカの分布はどういうふうになってるのかという研究なんですねもう知らない人が多いですよねあのねそれはねある、えー、大阪のです、ね、サラリーマンの当初から始まったとで奥さんが東京人なんだって東京生まれの東京育ちで結婚して大阪に来たとで奥さんがアホって聞くとすごい怒ると。 自分はバカって言われると関西人だからムカッと来るとでアホとバカ関西と関東で違うんだっていう話はよく聞くんだけどもじゃあそのアホとバカはどこでどういうふうになってるのかとその時の予想ではおそらく西日本と東日本を分断するあ,のあるよね関ヶ原の辺のフォッサマグナ戦っていうのがあるじゃない。<laughs> あのフォッサマグナ船のあたりじゃないかなというふうなことでですねあの懐かしの北野誠探偵がですね、えーまあ、東京に行ってですねとりあえずお宅ではアホと言いますかバカと言いますかっていうのをどん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 聞いていって新幹線とか東海道線で駅で降りてザーッと聞いていって問い詰めていったところですね実は名古屋あたりかな,なんかその愛知県あたりでタワけっていう人たちがいるんだって。だから日本には その、西日本アホ東日本バカっていう単純なもんではなくて、まあ、真ん中あたりに「タワけ」っていう文化層があるとでそういうふうなことになりました「チャンチャンチャン」っていうことになるとそしたら当時のです、ね、局長の神岡龍太郎インテリの大先生がですね「ちょっと待って」と「これは面白い」と「ちゃんとやったら学術的な資料になるし日本言語学科にも報告できるとちゃんと調べろ」というふうなことで1年間かけて「ないなんかこう探偵ナイトスクープの」の、まあ、番組のスタッフが調べたと。 まあ正直言うと翌年、えー、ABC 放送がですね何か民放の賞が欲しいというふうなことで何かいい素材がないのかというふうなところをこの全国アホバカ文布が面白いんじゃないのかということで特番の枠をもらって特番の予算をもらってで日本中の小学校とかにアンケートを配って。 一斉にアンケートをやったんだってで結果、えー、実は何だろうなもう本当にほぼ予想通りだったんだけども日本地図でアホというところバカというところそれ以外の言葉で罵るところという分布地図ができてそれは後に本にもなったし「探偵ナイトスクープ」はギャラクシー賞というですね民放で一番権威のある賞をもらったという事件があったんだよ。